今回の動画は北海道の室蘭市にある元内閣総理大臣の鳩山由紀 P さんのお宅の方を現地視察していきたいと思います。北海道室蘭市の某所なんですけども、割と富裕層の方が住まわれてるエリアになるのかなとも思われます。結構ね、周りにある家とかもそこそこ立派な一軒家が多いエリアになると思いますので、そういったところになるんでしょうか。札幌でいうと宮の森とかね、そういったところの雰囲気になんとなく似ているかなっていう気がいたします。鳩山由紀 P さんはこの室蘭とね、あと東京の方にもお宅があるみたいなんですけども、住民票自体はこの室蘭市にあるということで、多分頻繁にこちらの方のお宅にも帰ってこられてるとは思われるんですけども、閑静な住宅街とか、あと学校とかがね、なんかあるエリアですね、この辺りは。で、この左側の、林みたくなってるところの、ちょうど切れたところの白いお宅が、鳩山由紀 P さんのご自宅になります。ちょうどこちらはね、裏側になりますね、ご自宅の方の。ひときわ目立つ大きな一軒家とも言えると思います。この辺りにある一軒家、みんな大きいんですけども、その中でも、ひときわ目立って、大きなお宅かなとも思われます。なぜ室蘭に家があるのかっていうね、理由なんですけども、そのあたりはネットの方で検索されると詳しく載ってると思いますので、私の方では省かしていただきます。今回はあくまでもご自宅の方の現地視察ということで、今回は動画を撮影しております。前に現地調査した、室蘭市の中央町の商店街ですね。そこの、なんかスナックのママと愛人関係が長年続いてたとかね、なんかそういった話も聞こえてきましたので、いろいろやっぱりあるんですね、政治家っていうのは。金と女と政治家って、これトライアングルで多分成り立ちますよね。世の中もそうだと思うんですけどね。金と女と仕事がうまくいけば、人生を謳歌できるって言ったところでしょうか。で、先ほどは裏側だったんで、正面側の方も回ってみたいと思います。ちょっと高台になってるエリアになりますね、この辺りは。で、こういった形で、閑静な住宅街の一角に、その元総理大臣のお宅が、あるという形になるんですけども、ちょうどこの白い車庫が2つついてる立派なお宅が鳩山由紀 P さんのご自宅になります。表札の方もちゃんとかかっております。で、入り口のところが空いてるんでね、人の出入りはあるっていう形になるかと思われます。こうしてみるとひときわ大きな建物ですよね。東アジア共同体研究所北海道センターというところがご自宅の方に併設されてるみたいです。で、その隣には立派な表札が掲げてあります。今回は北海道室蘭市にある元内閣総理大臣の鳩山由紀 P さんのお宅の方を現地視察していきました。ご視聴いただきましてありがとうございます。